敵ではなかった、後ろを追随してなんとか来た、それがまさにここによく現れているというふうに思っています。で、短くやります。で、次に金融機関に、公開質問状を出しました。で、実は金融機関各銀行ごとに対応がバラバラです。統一した対応しておりません。例えば障害者とか、そしてカフの人たちはマルユっていう制度が今使えます。一般人はマルユ制度なくなりましたが、この人たちに対して番号を出せって言ってる信用金庫ももう去年来あります。一方三菱 UFJ 銀行は異動があった時だけ出しなさい、新規に作る時だけ出しなさいっていうふうに制度を紹介をしています。金融機関によって対応がまちまちです。で、そこで、全国銀行協会に問い合わせをしたけども、適切に各銀行が対応しているという回答しか返ってこないというような現状になっています。それで、ですね、例えば今のその金融機関の対応については私が一言書いておきましたが、この制度に不安を抱いている人々、多くの人々への懇切丁寧な対応とは言い難い。これでは各行各社、各社っていうのは証券会社ですけど、研修や準備を重ねたとはとても思えない。みんな窓口で対応が違うということです。で、店舗窓口での統一した対応ができていないということが如実に今現れているという状況です。そしてこれは皆さん事業所から、今日お勤めの方は、分かると思いますが、事業所から、マイナンバーの提供を本人および扶養家族について出せと言われたと思います。で、これについてはですね、確かに法律の立て付けは事業所や金融機関がマイナンバーを集めるということは法律で決めました。ところが一般の預金者や一般の従業員がこのマイナンバーを提供しなければならないという法律の立て付けにはなっていません。義務ではないわけです。そして集める側の民間事業者の方も、集めなかった場合にじゃあ罰則があるかというとありません。で、出さない従業員に対しても罰則はありません。要するにマイナンバー制度っていうのは義務とはいうもののそういう立て付けになっているということなんです。それで、次に、例えば証券会社やそして、生命保険会社については、契約の時にマイナンバー言えって言ってる会社もありますが、本当は彼らに対する義務は保険金が支払われた時点、死亡保険金が下りたとか、あるいは満期で保険が下りたとか、そういう時に保険については100万以上、そして年金、個人年金については20万以上の支払いがあった時に番号を聞いてくださいということになっていて、契約の時に番号を聞くっていう制度の立て付けにはなっていないのに、証券会社もそして生命保険会社も番号をそこで聞くと、初めの段階で聞くという対応をする銀行が多くあります。これも法律的にはおかしいというふうに言わざるを得ません。で、義務ではありません。で、そもそも私がこれは個人的に考えているんですが、生命保険契約とか、個人年金の契約とか、あるいは証券会社に株の売買をお願いするとかっていうことは、基本的にはこの資本主義社会の中で当然自由取引として契約取引としてやられてるわけですから、マイナンバーの提供するしないをもって生命保険契約ができなくなるとか、あるいは損保契約ができなくなるとかってことは全くありえない。今の資本主義社会の中ではどっかの国だったら分かりませんけど、要するに日本社会の中でそういう拒否するという事例がもし皆さん方の
お近くであったらぜひご一報いただきたいと思うわけです。でそれはまさに契約ができなかったという損害を被ったわけですから、損害賠償請求であれ契約の実行を求める仮処分申請であれ私は可能だというふうに思っていますので、法律の立て付けから言ったらそんなことありません。ないのでその点はよく皆さんご承知していただければというふうに思っています。そして先ほども言いましたように全国の健康保険関係については全部本人から番号を聞くということを一切していませんし、静岡市も国保そして後期高齢者で食品国保その他の国保組合、これも全部国の方の機関である JGIS から番号を取得しますから、直接本人から番号を聞くことはしませんって言ってるわけですよ。で同時に高齢者70を超えた人が、1万円以上の医療費を払った場合に、精算をして若干の還付金が下りるというような、場合があります。その申請について番号言えっていうふうに市の方で言うわけですけど、やだと言いたくないというふうに言った人に対してもちゃんと還付金は払われています。つまり番号言わなかったから本来の制度である還付金がもらえないなんていうことは制度上ありえないわけで、それはしっかり認識をしておいていただければ、というふうに思っています。で要は最後に残った砦は税務署だけいうことになります。もちろんこの制度は廃止したいわけですが、少なくとも今までの住基ネットの時のように税務署そして地方自治体ハローワーク日本年金機構この公共4団体の中で閉鎖的な中で番号を使っている分には事業所に迷惑をかけることもないし、従業員との圧力が起こるわけでもないし、あるいは国の責任ですから情報漏洩があった場合は国が責任を取るという姿になるわけで、民間事業者が番号漏洩したらなんと150万円以下の罰金3年以下の懲役とこういうふうなことにもならないわけですから、少なくとも我々が運動としては廃止を求めていくと同時に番号のこの公共団体の中だけの番号に押し込んでいく、我々の世論でそれをさせていかない、民間にばらまかせることはしないということをぜひ運動としてはやっていきたいなというふうに思っています。で、あと税務関係の方も結構いらっしゃるのでちょっと一言だけ触れさせていただきます。全国94万人という青色新国会っていうのがあります。これは、マイナンバー扱わないというふうに決めました。でこれはどういうことかというと、青色新国会って一般社団法人で、税理処法の50条に2ヶ月に限って確定申告の事務を扱うことができるという、農協とかね、あるいは地方自治体とか許可をされて税務署以外に確定申告書を扱えるというふうな法律があるわけですけど、もともと一般社団法人の青色新国会にはそういうのはありませんでした。で同時にマイナンバーをもし扱うことになったとしたら、当然その関係事務実施者ということになってこの税理処法に抵触するということになるわけで、青色新国会は自主申告を旨として納税者が自分で申告に行ってもらうという建前をきっちりと取らざるを得ないというふうになったというふうに理解をしています。で同時に私どももそして全商連さんも他のその他の民間団体も基本的にはそれぞれの納税者が自主申告納税制度を使って自らが申告をするというのをしっかりとやっていくということの中で、このマイナンバーについてはなくても税務署は受け取るはずであるし、それで受け取らないんだったらどうぞ無申告加算税でも不納付加算税でも何でもかけてこいと、そういう今法律にはなってないじゃないかということで、私どもは裁判が起こせるんじゃないかというふうに思っております。現に税務署も
番号がないからということで申告書を受け取らないってことはしないと言ってます。でところが、まあ、あの今日の白石さんの話にあるかもしれませんが、札幌の南税務署の方では、ない書類は受け取るけども後で納税者に問い合わせしますよというふうなことを言ったと。でその問い合わせは法的根拠はどこにあるんだというふうに納税者が聞いたら、2回目の回答についてはそれは実は法令で定められたものではありません、私ども税務署の中でそういう対応をしようということにしただけですということだもんで、結局は申告書に番号が記載のない申告書が 大量に出てきたら税務署もそんな納税者に圧力をかけることはできないはずです。で一方静岡市も給与の報告書について私どもの考える会で質問を出しました。でこれはあの番号ないから不受理かと、受理しないかと、いや受理します、だけど JGIS に照会をして番号のないものについてはつける手続きをするか、あるいはその事業者に対して番号を、申告するように、督促をするか、どちらかの方法を取りますと。まだその段階です。でところが実は実はその、市役所のこの回答をよこした行政管理課の職員も言ってましたが、市民税課もどれだけ未記入の給与支払い報告書が出てくるかまだわからない、だからものすごいサービス残業しなきゃなんないのか、市役所の労働者がどういう仕事をしなきゃなんないのか未定だから何ともその返事のしようがないというのが今の現状のようでした。で、それから最後にあの今日は、社会保険労務士さんがいらっしゃるかどうかちょっとわからないんですが、税理士さんはいらっしゃるのは分かってますけど、実は社会保険労務士さんっていうのはハローワークへの手続きとか年金の手続きとか社会保険の手続きはやります。そして同時に給料計算も会社から受けてやってます。で延長線上で税金の計算もやって年末調整もやりますが、それは住み分けができてたわけですね今までは。ところが税理士会が年末調整の事務を社労士さんがやることは税理士法違反であるということで警告書を出したんですよ。つまり社会保険労務士は年末調整の事務やっちゃいかん、これは税理士の特権事項だということを税理士会の、書面で社労士会に言ったという話が、載ってます。したがって今現実にはいろんな税に関わるその、住み分けができていたことが、まあ、卸売国家もそうです、あるいは社労士さんもそうです、いろいろこの問題をめぐって自分たちが番号を扱っていいのか悪いのかということについて未だに結論が出ていないという現状があります。でそれはある意味で僕らにとっては納税者の申告納税制度をしっかり個人で申告するという立場を守ると、我々が勝手に納税者から番号を聞き出すということは税務担当者はしないということとして話をまとめていった方がいいんじゃないかと私なんかは思っていまして、ぜひそういう立場でいろんな業界にマイナンバー扱わないという立場を鮮明にしてほしいということは要請をしていきたいというふうに思っています。以上で私終われということがありますので、これで、終わります。それで要は外への見える化を阻止しようと、部内で扱っているのは廃止したいけれど当面はとにかくそういう行政4社で最低限内部で使うと、これに押し込んでいきたい運動はその必要があるんじゃないかというふうに私は思っています。以上です。はい、ありがとうございます。